コウノトリ2号機は日本の2機目の宇宙ステーション補給機。このミッションは HTV-2 とされている。三菱重工業と JAXA が生産した H-IIB ロケットの2号機によって2011年1月に国際宇宙ステーションへの物資補給用に打ち上げられた。物資を ISS に降ろし、使用済みの実験装置や医療品など ISS で発生した。 廃棄物を乗せた後、経流を解除し、ISS から離れて、地球の大気に再突入し、燃え尽きた。日本の宇宙ステーション補給機の2号機であり、シリーズの同型機である。前回の技術実証機の運用をもとに、HTV を運用機にした、最初の機体。HTV 技術実証機からの主な変更点は、以下のようなものであった。 コウノトリ2号は補給キャリアに5.3トンの物資を乗せており、このうち4トンが弱部で1.3トンが非圧部であった。弱部の物資はおおよそ宇宙システムコンポーネントが51%、食料が24%、化学実験材料が10%、クルー用物資8%、水7%であった。この中には、購買路ラックと多目的実験ラックも、 搭載されていた。高倍炉は高温電気炉で有用物質からの大規模、高品質な結晶の生成に使われる。多目的実験ラックは、様々な機能のために使われることが計画されており、ワークボリューム、ワークベンチ、小型実験エリアの3つのコンポーネントからなる。ワークボリュームではすでに水生生物での実験が、 計画されており、微小重力と宇宙放射線の影響を調べるために小魚を繁殖させる計画である。コウノトリ2号が ISS に係留された後、勾配ロラック1台と多目的実験ラックの両方が希望に運び込まれた。これらのラックの導入と試運転によって、希望実験ネリオの第2フェーズが始まった。なお、水は今回から種子島で、 水が積まれることになった。日を熱く核のク露パレットには、アメリカの NASA のフレックスホースロータリーカプラとカーゴ、輸送コンテナの2台の軌動上交換ユニットが、搭載されていた。これらの貨物はデクスターを使って、エルク -4 に取り付けられた。コウノトリ2号機の運用スケジュールは、STS-133 ミッションの影響を受けた。STS-133 は、 もともとコウノトリ2号の打ち上げより早い2010年の9月に打ち上げが計画されていたが、何度かの延期によって、最終的に STS-133 は2011年2月に打ち上げられることになった。コウノトリ2号の ISS 経流スケジュールは、当初40日間のはずであったが、コウノトリ2号は、スペースシャトルの2を ISS へ運び込む任務の他に、 ISS で発生した廃棄物を貯めるためにスペースシャトルよりも後に ISS から出発することが要求されたため、その設計寿命に近い2ヶ月間の滞在に変更された。また、外部ペイロードはエルク -4 に取り付けられるはずであったが、これは STS-133 で運ばれる予定であったため、デクスターロボットアームは、 STS-133 がエルク -4 を運んでくるまで外部ペイロードを掴んで待つことが必要になった。コウノトリ2号は2011年1月27日に到着した。カナダアームにが HTV-2 を転速側ポートに戻している。2011年3月10日。コウノトリ2号は当初2011年1月20日に打ち上げが計画されていたが、 天候状況が悪かったために2日順延された。コウノトリ2号の乗せられた HIIB ロケットは2011年1月22日5時37分57秒に種ヶ島宇宙センターから打ち上げられた。その後、1月27日6時頃から ISS とのランダブー飛行を開始し、11時47分にスペースシャトルのカナダアームにが、 南インド洋沖高度 354km の位置でコウノトリ2号を外した。コウノトリ2号はカナダアームニを使ってハーモニーの転底側ボートに係留された。なお、カナダアームニの操作はステーション外部が直接見え、より良い状況認識が可能なキューポラのロボットアームステーションでキャスリン・イコールマンとパオロ・ネスポリが行った。 経流ポートの内側に設置されたボルトで、ステーションとコウノトリが固定され、14時51分に結合が完了した。コウノトリ2号が経流されている間、クルーは HTV の余圧部から物資を出し入れした。コウノトリ2号の経流中、STS-133 ディスカバリーの ISS への飛行があり、シャトルのペイロードベートの干渉を避けるため、コウノトリ2号は、 ハーモニーの天底側ポートから、天長側ポートへ移動された。これはシャトル打ち上げ前の2月18日に行われた。なお、この期間には先にドッキングしていた、プログレス補給船とソユーズトママイナス20、ソユーズトママイナス 0HM と本機に加え、2月24日に、ヨハネス・ケプラーが、さらに2月26日に、ディスカバリー。 STS-133 が国際宇宙ステーションにドッキングした。この時点で上機の5機種6機が一堂に会し、宇宙開発の国際協力を象徴するイベントとなった。シャトルが退役することが決まっていたことから現役である宇宙機の製造揃いは、これが最初で最後の機会となった。ディスカバリーが地球へ帰還し、 STS-133 が終了した2011年3月10日、ISS のクルーはロボットアームでコウノトリ2号を天頂側ポートから転底側ポートに戻した。この移動運用は11時49分から始まり、16時19分には地球側に面する転底側ポート共通結合機構に取り付けられ、ボルトは17時20分に固定された。 18時55分に、クルーが、コウノトリの予圧室とハーモニーの電気ケーブルの接続を終えて、5時間に及ぶ移動作業が完了した。コウノトリ2号の ISS 滞在中の3月11日に、東北地方太平洋沖地震が発生した。筑波の地上管制センターはダメージを受け、監視操作を一時的に NASA に引き渡した。ミッション完成室は3月22日に運用を、 再開した。ISS の接続時には、第26次長期滞在のクルーが滞在していた。2号機は2011年3月28日に、分離された。3月28日、2ヶ月にわたる、滞在の後、15時29分にロボットアームによって、コウノトリ2号機は、ドッキングポートとの係留を解除され、15時46分には、自由に動けるようになった。 その後3月30日の3時9分には地球の大気圏に再突入した。再突入はステーションに運んだ2台の再突入データ収集装置のうちの1台によって記録された。もう1台はヨハネス・ケプラーの帰還時の記録に使われた。ミッション帰還中に発生した東北地方太平洋沖地震の影響により、つくば宇宙センターも被害を受けたことから、 つくば宇宙センターでの運用完成を一時中止し、NASA の協力により、ジョンソン宇宙センターから運用を継続した。ISS からの離脱には、つくばから直接、HTV にと更新する必要があるため離脱の日程を変更する可能性もあったが、予定通りにミッションを遂行させようとする関係者の尽力もあり、3月22日に、つくばでの通常運用を再開した。 なお、ISS にいた第27次長期滞在クルーは、折り鶴を作り HTV2 に格納し、次の言葉を添えた。小さい折り鶴を作りました。世界中で未来への希望を込めた何百万もの鶴が、折られていることでしょう。コウノトリで運ばれてきた、モザイクポスターにキャリーホープ、ツーザスペース、フォーザフルテと書かれていました。 これは大災害が起きた今の日本に送るべき言葉だと思います。日本が今の状況から早く抜け出して再び輝きを取り戻すことを願っています。パオロネスポリ、ありがとうございます。